サッカーカタール代表はカタールサッカー協会によって編成されるサッカーのナショナルチームである。愛称のアンナビは予言者の意味。AFC アジアカップ2019の優勝を祝うカタールの選手たち1980年代から力をつけ始め、1981年の FIFA ワールドユース選手権準優勝、1984年ロサンゼルス五輪。 今大会からプロ出場が可能になった。ただし、W 杯予選もしくは W 杯本大会に出場した、欧州や南米の選手は出場できない制限があった、に出場した。上位に各国が出場できる1990年、イタリア W 杯アジア最終予選では2位、UAE と、わずか勝ち点1その3位と W 杯出場まで、あと一歩のところまで迫った。 1992年7月24日に開幕したバルセロナ五輪に出場し、グループリーグを2位で通過し、ベスト8入りした。このように着々と実力をつけたカタール代表に、ブラジル人のエバリストでマセドが1992年監督に就任。カタール代表は1992年10月28日から日本で開催されるアジアカップの優勝候補に挙げられていた。 ところが、カタール代表はグループリーグでまさかの敗退。一方、開催国の日本はブラジルから日本に帰化したラモス・類等の活躍で初優勝を遂げた。このことに衝撃を受けたカタールは以後、帰化選手による強化戦略を開始した。ガルフカップ優勝3回。また、1981年の FIFA フフワールドユース選手権準優勝。 1991年の FIFAU-17 世界選手権ベスト4と若年世代で好成績を収めている。ワールドカップ出場に最も近づいたのは1998年フランス大会のアジア最終予選であり、この時はホームの最終戦のサウジアラビア戦で勝った方が出場決定という状況であった。しかし0から1で惜敗しグループ4位で出場を逃している。 その後、ワールドカップのアジア予選では、2002年大会は最終予選まで駒を進めたが敗退し、2006年大会は1次予選で姿を消した。2006年のアジア大会では優勝したが、2010年大会、2014年大会のワールドカップでは共にアジア4次予選で敗退し、本大会出場は実現していない。2018年大会予選の終了時点で、 ワールドカップ地区予選で通算50勝を記録している。これは本大会出場を経験していないチームでは世界最トとなっている。2011年1月、自国で開催されたアジアカップではグループリーグを突破するも準々決勝で日本と対戦し2から3で敗れた。2015年のアジアカップではグループリーグ敗退となった。 2018年のワールドカップでアジア地区予選敗退となり、2022年自国開催予定のワールドカップに開催国枠で初出場を果たす最初の代表チームとなった。2019年開催のアジアカップでは準決勝まで無失点で勝ち上がる。決勝の日本戦では初めて失点するも3から1で破り初優勝を果たした。 カタール人の2011年時点での1人当たりの GDP は98,329ドルと世界トップクラスであるためカタール人だけでは競争力が伸びにくかった。またカタールはもともと人口が少なく労働力を外国人に頼り2010年時点で約150万8,000人の人口のうちカタール人は2割にも満たないため帰化にも抵抗が少なかった。 そのため、カタールは、近年、海外から実力者を引き抜いて、カタールに帰化させ、スポーツの競争力を高めてきた。2006年カタールアジア大会では、ケニアからの帰化選手が、マラソンや、中長距離種目で優勝し、男子バスケットボールでは、元セネガル人を多数要するチームを、バスケットボールカタール代表として送り出し、銀メダルを獲得した。サッカーでは、 2006年ワールドカップ予選の際、ブラジル国籍で代表歴のないアイブトン、デデ、レアンドロにカタール国籍を与えて自国の代表にしようとしたことがあるが、国際サッカー連盟は代表歴のない国籍変更者及び国籍追加者であっても変更あるいは追加する国に2年間以上の居住歴がないものは変更あるいは追加した国籍の代表にはなれない。 というルールを新たに設けて適用し、これを阻止した。なお、現在では、FIFA 規則が2009年に改正されて、以降、変更あるいは追加する国に18歳以降に5年間以上、継続居住していることが必要となっている。2006年10月、エメルソンが、カタール国籍を取得し、カタールとブラジルの二重国籍者となったが、エメルソンは、 U-20 ブラジル代表として1999年、ワールドユース南米予選出場経験があり、当時の FIFA 規則でもカタール代表の資格はなかった。この当時の FIFA 規則は、A 代表以外のカテゴリーでの公式の大会の代表経験がある場合、その他の国の代表にはなれないというものであったが、その場合も FIFA が許可をすれば、 新しい国籍での国の代表に入ることができる例外があった。ただし、国家の分離独立などで新国籍が与えられた場合のほかは、従前の国の代表で出場した際にすでに、重国籍者であること21歳の誕生日までに変更の申請をすることの場合のみに限定されており、U-20 ブラジル代表で出場した際に、ブラジル国籍しかないエメルソンの場合、 当該規約の下で、エメルソンが許可される可能性はなかった。その後、エメルソンは2008年3月4日、新前試合バーレーンとの試合に、カタール代表として初出場し、2008年3月26日、2010年、南アフリカ W ハイアアジア3次予選グループ1の、イラク戦で10番、マルシオアルブケルケとして出場し、2から0で、カタール代表が勝利した。 試合後、イラクサッカー協会はエメルソンには、ブラジルのユース代表歴があって、カタール代表に選ばれる資格がないことについて FIFA フフに正式に上進したが、当初は FIFA フフからパスポート偽造を理由として、その後の試合に対する無期限の出場停止処分のみが発表された。最終的に2008年6月17日に、FIFA フフが、エメルソンは8試合の U-20 ブラジル。 代表公式戦出場歴のため、今後カタール代表でプレーする資格はないが、試合結果は変わらないと発表した。2010年、南アフリカ W 杯の規則では、出場資格のない選手を出場させた場合、相手チームに勝ち点3を与えるというルールがあった。しかし当該国はそのための抗議を試合後24時間以内に行わなければならず、 同時に調査費用を FIFA に支払わなければならない。ところが、イラクサッカー協会が費用を送金したのは、期限の11日後だった。したがって、抗議自体が成立せず、試合結果は変わらないと、FIFA が決定を下したのだった。諦めきれないイラクは、スポーツ仲裁裁判所へ訴えたが、2008年9月29日、CAS は、FIFA の主張を認め、 試合はそのまま成立という結論を出した。一連のエメルソン騒動の後、カタールサッカー協会関係者は、今後は FIFA 規則の範囲内で補強をします。我が国は人口が少ないので、出稼ぎ移民の子をカタール人とみなすことになるでしょうと日本の記者に話している。一方、AFC アジアカップ2019の優勝メンバーの大半がカタール出身である。 カタール国外で生まれた選手は5人のみであり、サッカー選手としてカタールへ移住して国籍を取得した選手は4人に過ぎない。これはカタールの人口の9割が外国人でありながら出生地主義ではなく血統主義を取っているためにカタールで生まれ育ってた、あるいは幼少期からカタールで育ったとしてもカタール国籍の取得は厳しく制限されている。そのため、 カタール代表としてプレーするためには帰化という形になるものの、かつてのように外国から有力なサッカー選手を豊富な資金力によって帰化させるやり方は行われていない。カタール政府はカタールサッカー協会を通して年間200億円程度サッカーに投資しており、カタールスターズリーグのカタール人選手には月750万円程度の給料と家や車を支給している。 カタール代表が重要な試合に勝つと、選手一人につき一試合で2000万円の報酬と、家や車が支給される。ありがとうございます。